失礼します。資料をお持ちしました。ああ、そこに置いといてくれ。父さん、時間が押しているぞ。フェブロニアとのリンク状況は？検体側の数値が安定しておりません。やはりフェブロニアの回復が万全でないと。多少の負担は構わん。実験は続行するぞ。母さん。おい君、すまんが解析データのログをフォワードしてくれ。シーケンス306でのエラーの原因を確かめたい。の実験ってどういうこと？君、どうした？早くデータの確認をしたまえ。この人、あなたの家族じゃないんですか？うん？一体何の実験ですか？実の家族を被験者に仕立てるだなんて。主任、何を言ってるのかわからんが、身内を被験者として差し出す非道さのことを言ってるんです。いいえ、彼女だけじゃないわ。どれだけ多くの人を、あなたたちは。必然性があるからここにいる、それだけだ。何の必然性ですか？このパーソナルデータちゃんと見てるんですか？明らかに意識下で苦しんでるじゃないですか。病人をこんなことに。バカな、単なる数値の問題だろう。うがってみるからそのように見えるだけだ。彼女は何も感じない、何も語らない。こんなものは単なる末梢神経の反射反応に過ぎない。行為を正当化しようとしてこじつけているだけです。なんだというのだ。こじつけているのは君だろう。だいたいたかが一研究所員である君に、本計画に口を挟む権利があるのかね。身分をわきまえたまえ。